サタデーシリーズの方で、ちゃんと雨の方は調子良かったので無事ポールが取れて良かったんですけども、まあ、明日のレース、まあ、サタデーシリーズもサンデーシリーズもドライの予報なので、まあ、コンディションもガラリと変わって、まあ、正直どこまで戦えるかはちょっと分からないんですけど、まあ、一番前からのスタートということなので、まあ、そのままレースを終えて無事優勝することができれば嬉しいなと思ってます。頑張ります。